さあ7時32分回りました。寺谷一樹の医療どうなる。このコーナーは大阪府保健医協会の提供でお送りします。さっきもね、はい、これからデルタ株がですね、主流になってきたらどんどんまた感染広がるんちゃうかと。でも緊急事態宣言解除やけどオリンピックはやるってなかなかね、こう矛盾することが多いですよね。心配ですね。さあ今日も大阪府保健医協会副理事長、大阪市内旭区で開業されている宇都宮武弘さんにお電話つながってます。宇都宮先生、おはようございます。おはようございます。先生、まずお便り紹介します。はい。神戸市須磨区の男性の方、患者がステージ4の高止まりのままにもかかわらず、菅総理は緊急事態を発出したり解除したりを繰り返し、日本の経済を混乱させているように思います。有識者専門家を招集して協議しているっていうことですけど、そうした人たちは現況をよく理解の上判断をされてるんでしょうか。まあ昨日もね、あの専門家会議の尾身会長が記者会見してましたけれども、政府との見解微妙に先生違いますよね。はい。尾身会長が国会の質疑でオリンピックの開催について普通はない、このパンデミックでという見解を出されたことにですね、政府与党の方々が不快感をにじませていました。しかしこの重大時に国会を早々と閉会して、本当にコロナ対策について他人事になっていないかなというふうに思ってしまいますね。はい。あの大阪府の方も16日に対策本部会議開いたって聞いたんですけども、どうなんでしょうか。はい。あの府の対策本部会議では緊急事態宣言の解除については専門家の皆さんかなりシビアに見ているんですね。はいはい。16日の会議で専門家の意見として、現在は2回目の緊急事態宣言解除したときに、解除したときよりですね、新規陽性者と重症患者が多いので、今回と同じ増加がもし起これば医療逼迫は今回同様もしくはそれ以上が予想されるとして、リバウンドを起こせば今回の第4波以上の医療逼迫もあり得るだろうと指摘していますね。結構これ危機感募らせてはりますよね。はい。もう一つお便り紹介します。大阪市生野区にお住まいの男性の方、新型コロナワクチン接種に関する報道は何か大本営発表をただ単に伝えているだけというものがほとんどで、副反応等の不具合な真実はほとんど伝えられていないのではないでしょうか。忖度しているからかとか分かりませんが、この点この番組はそういうものが一切ないのでありがたいですって、まあ、ここまで言ってもらえると先生嬉しいですけれどもね、はい、実際どうなんですかねこれね。はい。まあ、副反応の報告というのは厚生労働省のホームページに公表されております。はいはい。今打っているファイザー製のワクチン、商品名をコミナティというんですけれども、はい、これはあの1回目より2回目に全身の倦怠感などの報告が多いんですね。はい。うん。全身倦怠感で言いますと、症状が出た7割近くが2回目2日目に出ています。はい。で他の症状も、接種して2日目が多いということですね。はい、はい。気になるアナフィラキシーは6月9日の報告で5月末時点1157件の報告が上がっており、はい、そのうち専門家がアナフィラキシーの症例に当てはまるものが1300万回接種したうちの169件と報告しているんですね。まあでもね、あの1回目よりも2回目接種の後に結構副反応出やすいっていうのは、うん、私の周りでもそのように皆さんおっしゃってますね。はい。宇都宮先生どうなんですか、こう接種後にこう、はい、亡くなったって報告された事例っていうのはどんな感じなんですかね。はい。接種後に亡くなったという報告事例は、5月末時点で139例、はい、で加えて5月の31日から6月4日までに、うん、医療機関または製造販売所から報告された事例が57件あったというふうに出ていますね。はいはい。うん。今のところワクチンとの因果関係についてはもう否定できない、認められないというのはゼロで、うん、全て情報不足などによってワクチンと症状とのその因果関係は評価できないということになっております。なんかこれちょっとでも歯になんか挟まったようなものの言い方ですよね。そうですね。まあ、開発されたばかりの新しいワクチンですので、うん、時間経過とともにデータの積み重ねでまた分析していくことが重要かなと思いますね。そうですね。はい。またいろいろ新しい情報分かりましたら先生教えてください。はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。失礼いたします。はい。さあ皆さん、このコーナーにもどんどんお便りください。ファックス、メール、そしておはがきの宛先をアッキンお願いします。ファックス番号
078-361-0005 078-361-5 番です。メールアドレス毎度アットマーク jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。医療のコーナーにいただいたメッセージから毎月抽選で5人の方に1000円分のクオカード当たります、はい、あと今日のメッセージテーマ、皆さんどこで聞いてはります、うん、都道府県で全国制覇しようということで、はい、遠くで聞いてる人特に積極的にメッセージをお寄せください、うん、お待ちしております。